どうもこんにちは、春大ヤリーメンバーの稲山です。本日は慶応大学のめちゃくちゃ優秀な内定者の方に面接を再現していただこうという動画になっております。そして今回はなんと実際の内定先であるエリーマインドグループさんにご協力いただいて、最高人事責任者の方との面接を再現していこうと思います。それ簡単に自己紹介をお願いします。はい、慶応大学4年の香山貴一と申します。今日は本当に超優秀な学生だなって思われるようにしっかり頑張っていきたいと思います。エリーマインドグループの人事責任者の水谷と申します。今日は就活の皆さんに見てよかったなという内容、面接のフィードバックをお届けしたいと思います。動画の最後に海外拠点で実施する海外渡航インターンの紹介についてもお話ししていただくので、ぜひ最後までご覧ください。今回の面接の概要を説明していただいてもよろしいですか？当社の面接のプロセスは6から7ステップなんですが、いわゆる最終面接の一歩手前、私がやってる面接をまさに再現するような形でやりたいと思ってます。そしたら実際に面接やっていただければと思いますので、よろしくお願いします。ではまず、小山さんの趣味を教えてもらえますか？趣味で言うと、インターンになるかもしれないです。変かなって思われるかもしれないんですけど、実際学生時代、学校と並行して3000時間ぐらい働いてたぐらい、年間で、それぐらいの本当に好きでやってました。趣味インターンということは、とてもその楽しくやってるってことだと思うんですけど、インターンの面白さを僕に語り尽くしてほしいんですね。大体、10分ぐらい使って構わないです。端的に喋るというよりはじっくり教えてくださいと。で、聞いた結果、僕自身がなるほど、それはもう趣味レベルでインターン楽しんでるんだねって思うのか、何が楽しくてインターンやってるのか、趣味なのって思っちゃうのかと、はい、これがあるじゃないですか。なるほど、楽しんでやってるんだね、いい趣味だねって思わせてほしいっていうことです。じゃあ早速ですが、はい、やってみましょうか。自分の趣味がインターンってお話しさせていただいたと思うんですけど、なんでインターンが楽しいかってお話しさせていただければなっていうふうに思っていて、結構人によってインターンやる理由違うのかなって思っていて、例えば就活の学地下作りであったりとか、あとはバイトと同じ感覚でお金稼ぎをするんだけれども、割とバイトとかに比べて時間の融通が効くからいいよねみたいな、そういう目的でインターンやってる人もいるのかなって思うんですけど、自分の場合は結構もう新たな業務に触れ続けて、それでこう昨日の自分よりも今日の自分が、今日の自分よりも明日の自分がどんどん成長していくような感覚を実感するのがすごい好きでインターンをやってます。今でいうとどんな環境で働いてるかっていうと、株式会社ダイニング X っていう会社で働いていて、そこは本当人数も5人ぐらいで、うち3人がエンジニアなので、本当ビジネスサイドはちょっと自分しかいないような環境ですし、設立してまだ1年半ぐらいの結構初期フェーズの会社に携わっています。どんなことやってる会社かっていうと、飲食店さん向けの AI を使ったアンケートサービスを開発してる会社で、店舗とかで見たことあります？紙のアンケート。紙のアンケートを見ますね。なんとなくイメージつくと思うんですけど、あれって問題点2つぐらいあると思っていて、1個目がでってなってしまうことなんですよ。で、2個目が分析がすごい難しいっていうことで、どういうことかというと、割とベタなのが選択式のアンケートとかなんですね。料理の味は何点でしたか？ 5 段階中3点でしたみたいなのがよくあるアンケートで、それって推移が見えるんですけど、それあんまり本質的じゃないと思っていて、なぜかっていうと、例えば料理の味が前月は3で、今月は 3.5 に上がりました。でも大事なのってなんで上がったかじゃないですか、っていう意味で事実に基づいたフリーテキストの方が大事だよねっていうふうに我々は考えていて、ただフリーテキストのアンケートって結構分析が大変で、じゃあ定量化するのってすごい難しいんですね。なので AI を用いてですね、 AI の自然言語処理っていう膨大なフリーテキストのレビューを文脈判定して、それを飲食店に特化した23項目に振り分けるサービスをやっていて、それによっていわゆる店舗の強みと弱みみたいなところが明確化されるっていうようなサービスを開発しているわけです。具体的にどんなことやってるかっていうと、人数も少ないので開発以外は本当に全部やってるっていうようなところで、営業やることもあれば、今は採用だったりもしますし、あとはどんな機能が必要だよねみたいなところを実際にお客様にヒアリングしながら定義したりとか、そういったこともやっています。なんでこれやってるかっていうと、先ほどなんか成長してる感覚が好きってお話しさせていただいたと思うんですけど、人によって成長しやすい環境って違うのかなって思ってるんですけど、自分の場合はアウトプットがインプットより先にある環境が結構成長しやすいなって思っていて、自分がこうポテンシャルよりもそれ以上のなんか成長機会のものみたいなものをどんどん
与えてくれるような環境が良くてっていう意味で結構初期フェーズで人数もいないそんな環境で一応働いてるっていうようなところです。1個は定量的に成長した感覚があるエピソードとあとは定性的に成長した感覚があるエピソードをお伝えできればなっていうふうに思うんですけど、1つ目定量的に成長したエピソードとしては、まあ、営業の話にはなるんですけど、一応自分のミッションとしてはその当時は一応営業の獲得フローとして商談をして無料利用を実際にしていただいてでそこから有料化するっていうのがまあフローだったんですけど、その中でも商談から無料利用のコンバージョンレートを 50% にしたいよねっていうミッションがありました。無料利用にちょっと着目したのは、まあ、大きく2つ理由があったんですけど、どんどん使ってもらってプロダクトのアップデートもかけていきたいっていうところ、なのでとりあえず使ってもらって何がいいのか何が悪いのかみたいなところをお客さんからちゃんと聞きたかったっていうのが1個と、あとプラスアルファで実際に無料利用していただいて有料化になるってサービス自体気に入っていただくかっていうところもあって、そこで変えられる変数が全て営業に矢印が向いてるわけではないんですね。なのでそこの CVR に着目して営業活動をしてました。でどんなアプローチを取ったかっていうと、実際に先輩社員からのフィードバックであったりとか、あとは自分で動画見たりとか読書したりであったりとか、そういうのでインプットをしつつ、今日あった商談でダメだったところを次回に生かすみたいなところをどんどんやっていって、でそれをしっかりできてるか確認するために自分で録音もしっかりしていって、それを何度も繰り返したっていうところなんですけど、具体的になんかいただいたこうフィードバックとかで言うと、自分は最初こう営業って商品をすごい売るイメージがあって、なのでなんかこうサービスの説明とかにフォーカスしてしまってたんですね。ただ先輩社員の方とかには営業はこう喋り上手ではなくて聞き上手の方が大事だよみたいなお話をされて、そのタイミングで読書とかをしていて、営業は商品を売るんじゃなくてお客様の課題に対して商品を通した解決策を売る仕事だよみたいなところが書いてあって、なるほどと思って、なので次回の商談からは自分でしっかりヒアリング項目を設定して商談に臨むようにしました。ただヒアリング項目設定したところでお客さんに現状の課題何ですかって聞いても意外と答えてくれないというか、そもそも気づいてないお客さんも結構多かったんですね。というところでまた違う動画とか本読み漁ったりとかしていて、その中で見つけたのが、今現状は10点満点中何点ですかっていうような聞き方をするとお客様自身もこう課題に気づきやすいよみたいなものがあって、でそれ実際に次の商談に実践してみて、あ確かにこれ聞きやすいかもしれないみたいなところを、でもちろん最初から 100% でできるわけではないので、そういうのを録音をチェックして、あここをすればいいや、ここってこの言い回しの方がいいなみたいなところを、まあ、チェックしつつどんどんこの商談の精度みたいなところを上げていったっていうところで、まあで結果的にもともと 38% ぐらいだった商談から無料利用のコンバージョンレートが 50% に最近では引き上げられるようになりました。まあプラスアルファはお客様からいただいた声としても、割とその商談時にもう課題を明確化しているんで、なんでこのサービスを使うかみたいなところが目的が明確化されるんですね。なのですごい顧客満足度も高いっていうところがあって、今のサービスは大手チェーンさんに使っていただくようなことが多いんですけど、その方とかは本部の方がなんで今うちの店にファンの方が来てくれて、なんで来てくれない人は来てくれないのかみたいなところがわからないみたいな状態だったんですけど、それが弊社のサービスを使うことによってお店の強み弱みみたいなところがわかるようになって、うちはもうこのサービスではなくじゃあ味に振り切ろうとか内装にもうちょっと少しこだわってみようみたいな本部戦略が立てやすくなったっていうような声もいただいたりしました。これが定量的に自分が成長したなっていう実感する場面で、定性的になんか成長を実感したエピソードも少しお話できればなっていうふうに思ってまして、その時やったのは、MVV、その中でも主にバリューの策定を自分主体でやったっていう経験があります。その会社の MVV？ はい、そうです。背景としてはいかんせん人数が少ないんですけど、これからの事業をもっとスピード感を持って推進していくために人をどんどん入れようって話になったんですね。ただ人数が少ない分、新しく入った人がチームに与えるインパクトが結構大きいので、まあ、ある意味いいこともあれば、ある意味リスキーかなっていうふうに思うんですね。なのでうちのチームはなんかどういう人がカルチャーフィットするのかみたいな定義しようっていうふうにやって、そのために MVV の中でもなんかバリューを策定しようっていうふうになりました。対応のために一応バリューを再定義してチームの中で浸透させるっていうのが自分のミッションだったんですけど、もちろん自分は起業したことがあるわけでもないので、どうやったらいいかなんか本当に分からなかったんですけど、一応取ったアプローチとしては2つぐらいあって、1つが有識者の人にしっかり聞いてそれを実際に実践してみるっていうところと、あとは読書であったりとか実際に調べてみたところを実践してみるっていうようなところでアプローチしました。当時は東京都のスタートアップを推進するプログラムに採択され
てたので2人ぐらいコンサルしてくださる方がついていて、でその方にどうやってバリューとかって決めるんですかみたいなところをもうすぐに聞きに行って、その方にですねファシリテーションの方法とか教えていただきました。で具体的にやった自分のファシリテーションの方法としては、メンバーがみんな集まって仕事において大事にする価値観みたいなところを自然にバーってこう発散していって、それをホワイトボードにベタベタ貼って、でその中でビジョンの達成に不可欠であるというものをピックアップして、それをより抽象度を少し上げて言語化してみんながこう納得いくようなものにするっていうようなことをして、バリューの策定はすることができました。ただ策定してもこれは浸透しないと本当に意味ないことだと思っていて、ただ浸透させる方法もよくわからないみたいな感じで、それも別の経営者の方とかにお話を聞きに行ったりであったりとか、本とかを読んでインプットして実際にやってみたんですけど、まあ、経営者の方とから言われたのは、着服のスタンプにはまずするねって、よく目につくところに置くっていうのが一個で、まあ、それと同じように例えば社内資料に盛り込んだりとかチラシしてるよみたいなところを言われたりとか、あとは採用基準に盛り込んだ方がいいんじゃないみたいなところもあったりして、まあ、実際にそういうのやってみて今の会社に対して適切な方法みたいなのを100やった中から50ぐらいに絞って継続していってやっていきましたっていうところで、で、結果として自分のまあ策定したバリューが結構チームの中で浸透していって、最近ではインターン生とかの採用に最近動けてるっていうような感じになってます。で、成長したポイントとしては、まあ、曖昧体制かなっていうふうに思っていて、バリューを作成したことなんかないし、自分では全然右も左も分からない領域なんですけど、実際に人に聞きに行ったりとか自分でインプットをして、で、それを再度アウトプットして、違うところはさらに再検討して次また実践するみたいなプロセスをどんどんこう高速で回していくことによって、かなり不確実性が多いところからもなんか最適解を出せたのかなっていう、まあ、そういった曖昧体制みたいなところは自分が成長した実感があるポイントではあります。具体的なエピソード長々とお話しさせていただいたんですけど、新たな業務に触れ続けて、で自分が昨日よりも今日よりも明日成長しているような感覚を味わえられることができるっていう点で、自分はすごいインターンのシーンと上げさせていただきました。以上です。はい、どうもありがとうございます。お二人とも面接お疲れ様でした。横山さん、感想どうですか？そうですね、よくある就活の質問とかとは違って、結構抽象度が高い質問だったので、何を喋ったらいいかとか、どうやったら喋ったらいいかとか分かりにくかった部分はちょっと難しかったんですけど、まあ、ただ自分の好きなことは 100% 伝えられるかなっていうふうに思います。それでは水谷さん、ジャッジの方をお願いしてもよろしいでしょうか？まず今回の面接の合否っていうと、超合格です。おめでとうございます。超合格ってどのぐらい出るんですか？どうですかね、1万人に1人ぐらいじゃないですか。恐ろしい。そしたらじゃあその良かった点も含めてフィードバックとかいただいてもよろしいでしょうか？まず趣味を聞いて10分程度じっくり話してくださいというこの質問で、何を見てるかということが大事なんですけど、これは地頭と言われるようなものとか、脳のエンジン能力みたいなものですね。実はここを見ているんですね。なので、エピソードとしては何でもいいんですよ。趣味というものは皆さんそれぞれが語るべき内容を豊富に持っているということで、趣味を聞いてそれについて語ってくださいと。結果的に、あ、それ確かに趣味として面白くやってるねと思わせてくれるのか、何が面白いのか分かんないなという結論になるのか、これで判断をしていくんですが、今回なんかはもうその趣味として楽しくやってるんだなってことがとても伝わってきたということですね。回答の中でどういう内容だと評価が高まるのかという話ですが、これはもう端的に言うと、抽象度のコントロールをどれぐらいしていたかという話ですね。抽象度が高い話から低い話までいろいろあるわけですが、この幅が広いということが評価としては大事です。なので高いものだけとか低いものだけとか真ん中だけっていうのは良い評価にならずに、これがどれぐらい幅が広かったかということを見てるわけですね。でそういう意味では今回の回答はとても幅が広かったんで、先ほどの超合格という話になるわけです。抽象度でいうと3段階で考えればいいと思うんですけど、で今度小山さんの場合は今度下の具体的なところもとても厚みがあったと。地頭の回転力っていうのは何を意識していけば上げられるんですか？を意識して話すといいと思うんですね。最後に会社の紹介とインターンの紹介をお願いいたします。
します。エニーマインドグループの説明を最後にさせていただきます。当社は設立今8年を迎えています。まあ7年がちょうど終わったところですね。この7年間で急拡大を実現をしておりまして、売上としては247億円、2023年の3月には東証への上場も果たすことができました。この7年間で247億円という数字は学生の皆さんにはピンとこないかもしれませんが、アジアを代表する会社のアリババやテンセントと比較しても7年目の時点では当社の方が上回っているような急成長のスピードです。またすでに世界13カ国地域に拠点を作っておりまして、日本で350名ほどいますが、タイやインドネシア、ベトナム、インドにはもうそれぞれ200名弱ぐらいの社員たちがいるようなグローバルメガベンチャーでございます。事業としてはインフルエンサーマーケティングや D2C 領域、もしくはパブリッシャーグロースという領域での事業を行っています。事業の詳細については短い時間で説明することが難しいので、ぜひ当社の会社説明会などに参加していただいて理解いただけると嬉しいなと思います。最後にインターンのご案内をしたいと思いますが、当社は先ほど言ったように海外の拠点がありますので、実際に海外に渡航していただくインターンを企画しています。2023年の8月に4泊5日でタイに行っていただくインターンが募集を開始しています。このインターンではタイのビジネスを肌で感じ、ビジネスを企画するような、そんなような内容になっております。グローバル志向のある学生の皆さんにはぜひエントリーしていただけると嬉しいなと思います。インターンについての情報と会社についての情報は概要欄に詳しく記載してあるので、ぜひ確認してみてください。ということで本日はお二人ともありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。